皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。千葉県つくばみらい市、物価高騰の影響を受ける0歳から18歳の子どもがいる世帯へ、子ども1人につき1万円を支給します。支給対象者については、申請不要な方と申請必要な方に分かれています。1つ目、令和5年10月分の児童手当を受給している世帯は申請不要です。2つ目、高校生等の子供を養育している世帯。3つ目、公務員の方で令和5年10月分の児童手当を職場受給している世帯。4つ目、その他の世帯。こちらの2つ目から4つ目までは申請が必要となっています。対象の子供は0歳から18歳の高校生までで、支給額は子供1人当たり1万円です。なお、本給付金に所得制限はありません。申請方法については、支給対象者1つ目に該当する方は申請不要で受け取れます。支給対象者2、3、4に該当する方は申請が必要です。申請書と必要書類を提出してください。申請期間は令和5年10月16日から令和6年3月31日までとのことでした。福岡県北九州市。北九州市は第2子以降の保育料の完全無償化を今年12月から始めると発表しました。第2子以降の保育料完全無償化は、市長が2月の市長選で公約に掲げていたものです。12日の会見では、市独自の取り組みとして、保育所などの同時利用や子供の年齢に関わらず、生計を同一にしている子供のうち、最年長者を第一子、その下の子を第二子としてカウントすることも発表されました。実施期間は来年3月末までで、来年度以降については、恒久的な財源を確保しながら、継続していけるように努力していくとしています。山形県川西町。令和5年度川西町子育て世帯応援金を支給します。川西町の独自の制度として、コロナ禍における原油価格や電気ガスを含む物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減と生活を支援するため、対象世帯に給付金を支給します。支給対象者支給額については、1つ目、令和5年7月1日時点で川西町に住民登録がある0歳から18歳までの児童1人につき1万円です。2つ目、令和5年7月1日時点で川西町に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日を経過後から、20歳未満の特別児童扶養手当の受給資格者1人につき1万円です。3つ目、令和5年7月2日から令和6年3月31日まで川西町に住民登録を行った新生児および転入児1人につき1万円です。支給日については、支給対象者1つ目および2つ目に該当する方については、令和5年10月27日に児童手当または特別児童扶養手当または令和4年度川西町子育て世帯応援金口座に振り込みます。対象の方に10月10日付でご案内を郵送しており、原則申請の手続きは不要になります。北海道幕別町。原油価格や物価の高騰により住民の経済的負担が増大していることから、住民や事業者の負担軽減策として、水道料金のうち基本料金6ヶ月分を無料とします。対象期間及び対象料金は、令和5年9月検針分料金から令和6年2月検針分料金までのうち基本料金の6ヶ月分です。対象者は、対象期間に幕別町に水道または簡易水道を契約している方。対象額は水道料金の基本料金を無料とします。なお、基本料金は水道メーターの口径や用途によって異なってきます。なお、幕別町以外の水道事業者などから給水を受けている方や、地下水のみの使用をしている方には、町の基本料金相当額6ヶ月分を助成するとのことでした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リコさんの旦那さんは仮面ライダーの変身ポーズはできますか？ご質問ありがとうございました。
仮面ライダーの変身ポーズ第2弾ですね。主人に聞いてみたんですが、変身ポーズはできないそうです。ちなみに息子にも聞いてみましたが、やはりできませんでした。ところで仮面ライダーって殿様バッタをモチーフにデザインしているんですよね。私最近それを知ってとてもびっくりしました。でもそう思って見てみると、確かに目が大きくてバッタに似ているんですよね。まさか殿様バッタとは思わなかったので予想外でしたね。虫つながりなんですが、この前出かけようと玄関先に出てみると、大きなカマキリがいて、私虫があまり得意ではないので、もちろん触れないので、そーっとカマキリに気づかれないように出かけました。皆さんは虫は得意でしょうか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。